ふわあ、やっと部活終わった。今日も疲れたな。さて、それじゃあ今日も様子で見るか。やあ、そこの同じ色したお嬢ちゃん。気持ち悪い。何いきなり喋りかけてんだよ。気持ち悪すぎるわ。しかも同じ色とかの時期も、下手したら犯罪だ。関係と同じ色じゃないし。まあ、落ち着いて落ち着いて。私、スクイックリンアルファっていうものでし、怪しいものじゃないでし、最近霊夢とマリサっていうまんじゅうたちが、全然私のこと使ってくれなくなって、こうして部屋干しされてるってわけでし。ふく、みじめね。ってなわけだからお嬢ちゃん。私とお買い物に行かないかい？やだ。プリキュアのおもちゃ。買ってあげるからさ。行きまーす。いやなんだよこのくだり。はい、というわけでやってきました、ザトウマーケット。はい、じゃねえよ、何勝手にやってんだ。ザトウマーケット、お前もホイホイついていくんじゃねえ。完全に誘拐される時のそれだったじゃねえか。だって君たちがずっと私のこと部屋干しにするから、そろそろインクが干からびちゃいそうだったんです。ごめんなさいね、福さん。それで新キャラのチルノを餌のバトルに参加したってわけか。けどうだな。わあ、何これ、体が勝手に動く。福さんは武器を使うものを操ることができるのよね。待て待て待て、まだそのクソみたいな設定で行くの。ちょっとウスムシ呼んでこい。見ましたか、久々の一撃必殺です。久々に使った武器はなぜか最初の方は調子いい、あるあるですな。あれ、この試合録画したのって結構前じゃなかった？そういうことは黙っとけ、大人の事情があるんだ。うわー、何今のかっこいい。よく、今回はチャージキープを覚えてきたんです。これまでの私とは一味違うです。あれ、ずっと部屋干しされてたのにどうやって覚えたの？それはイメトレです。イメトレ。息苦しい言い訳だな。お前らがめたい話ばっかするからだろう。あ、怒った。とにかく私のかっこいいプレイをちゃんと見ておくんです。あ、向こう側にチャージャーがいるわよ。角度的に厳しいか。ふふ、甘いな。そこだー。決まったわね、水遁爆水晶派。違うです、今のは八景64章です。いやどっちも言いわかんねえよ。ここはこの葉隠れの里か。どっちかというとキノコの山ね。ねえ、ちょっとボケとツッコミの人数比おかしすぎない？とこうしてる間にもジェッパを撃ち落として宇宙人みたいな何かを発生させたです。くだらな、ツッコむ気が打てるほどくだらな。福ちゃん、あなたって天才？そう、私は気づいていたのよ。あなたはあの時に肉でハートの形を作っていたのよね。そうです、私からのバレンタインプレゼントです。いや絶対たまたまだろ。てかお前そもそも性別あんのかよ。そういえばこの試合ってあれよね、フレンドのジジさんの部屋に勝手に乱入したやつよね。実はそうなんだぜ。皆さん、勝手に乱入してすみません。フレンドマッチのシステムがよくわからなかったのです。さあ、気を取り直していくわよ。とりあえず壊せるもんは壊す。わ、すばしっこいマニューバーさんが来てるわよ。大丈夫です、この私がいるからにはもう安心です。縄張りバトルだからしっかり塗りもやらないとね。そうなのね。あ、でもあっちに敵いるからあたいあっち行ってみたい。やっぱり私の醍醐味は霧ですもんな。あれ、どこ行っちゃった？霊夢は見てたか？いや、うん、とりあえずアーマー使って慎重に行く。あ、でも本当にいなそうだな。どっか行っちゃったんじゃない？まあそうね。はぁ、あ、それより早くスクイッキリン弾魔とか出ないかな。それ言う、私の目の前で言っちゃう。はぁ、あ、それより早くプリキュアのおもちゃ買ってくんないかな。覚えてたの。おい、みんな退屈してきてるぞ。最後に目覚ましいプレイを頼むぞ。よし、任せなさい。めっちゃ殺し。ださ。お、なんとか勝ってたな。実は結構キルしてたもんね。やっぱなんだかんだでスクイックが一番です。お、10キル、今日はなかなか楽しかったわ。ということで今回はキャラいっぱいでお送りしたぜ。感想なんかもコメント欄に書いてくれたら嬉しいんだぜ。それじゃあ今回はこの辺で、またねー。